はい、どうも、石川です。先ほどコロナのデマの動画を上げたんですけれども、ちょっと、合わせてですね、連続なんですけど、動画を上げていきたいなと。堀江貴文さん、実業家の堀江貴文さんが、まあ、コロナは騒ぎすぎだと、過剰だというところを、まあ、動画で述べていて、まあ、ちょっと注目を集めているというか、炎上しているなという感じなので、まあ、これについて解説していきたいなというふうに思います。で、結論から言うと、まあ、確かに過剰というか騒ぎすぎだよねっていうところと、まあそうとも言えないんじゃないのという、まあこれ両方あるので、まあこれ両方とも、ちょっとやっていきたいなというふうに思います。で、まずですね、騒ぎすぎ過剰だというところなんですけれども、僕以前の動画で、お伝えした通り、これ下に貼っとくので、インフルとかと比べて、めちゃめちゃもうそのやばい病気だということかっていうと、まあそうでもないよねという話も当然あるので、これまあ一つ目ですね。何かっていうと、致死率がインフルって大体 0.1% なんですよ。で、コロナが大体 2%。で、40歳以下だと 1%。まあ、なので10倍とか20倍ぐらい差はあるんですけど、まあ、インフルとか本当に毎年死者も出てるし、感染者も多いのに比べて、まあ、本当に新型コロナに関しては、もう、この1ヶ月ずっとその話題みたいな。なので、まあ、この COVID、この後 COVID って言います。新型コロナのこと COVID って言うんですけど、COVID について話題をするよりも新型インフルとか、そういったところに、注意しなくちゃいけないんじゃないの、というところは、一つあると思います。で、これはですね、岩田教授のですね、動画を、こちらもまあ以前、上げたので、こちらも貼っておくので見てほしいんですけど、岩田教授のについてもですね、当初はそのように指摘してたんですね。COVID については、もちろんその、今後の動きを注視する必要はあるけれども、過度にこればっかりを報道するとか、あるいはそれ以外の病気、インフルエンザもそうですし、まあこう、いろんな病気についての報道に比して、過剰に反応するのも良くないんじゃないかというふうに、これは専門家も言っていました。なので、これについては僕も同意します。同意する部分はあります。で、もう一つはですね、これ過剰に反応しすぎることによって、例えばいろんなイベントが中止になるとか、あるいは外食が中止になるとか、こういうことによって、経済への影響が非常に出始めています。で、これについても、いくつか動画を上げているので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、中国の GDP は減速していますし、世界経済にも影響があるんじゃないかということで、まあ、今日も、株価大幅下落ということで、まあ、経済への影響も出始めています。なので、まあ、過剰にですね、レストラン行かないとか、外食禁止とか、そういうことをやってしまうと、これは日本経済にとっても非常にネガティブですし、これによって、新型コロナ以上の、何か、死者だったりとか、あるいは、まあ、会社が倒産して苦しむ人とかが出てくるので、まあそういう意味でも、過剰に反応するの良くないという堀江さんの主張というのは、妥当な部分僕もあると思います。っていうところが、まあこれ二つなんですけれども、まあでもとはいえ、そうとも言えないよねという話が、もう一方であります。で、それは何かというと、まず一つが、堀江さんの話はですね、満員電車とかまあ乗らない方がいいよというところも合わせて言ってたんですけど、まあ多くの人にとってはそうはいかないわけですよ。で、まあ、堀江さんに言わせれば、なんか満員電車乗って仕事行かないような人たちっていうのは今後食いっぱぐれるよとか、終身雇用ないよとか、なんかもう新しい時代についていけてないよとかいうことだと思うんですけど、まあそれは堀江さんがお金持ちで、いろんなところ旅行できて自由に行動できるから、まあそれ言える話で、まあ多くの人にとってはそんなことはないわけですね。嫌なことがあっても会社に行かなくちゃいけないし、辛いことがあっても仕事に行かなくちゃいけない。だから、そういう人を、まあ、下げすんでですね、満員電車乗ってるなんてダメだよという話にはするべきじゃないです。で、これを加えて、インフラとか、それから工場とか、そういったところで働かれてる方っていうのは、基本的には職場に行かなくちゃいけないので、テレワークとかリモートができる業種というのは、非常に一部なので、実際に工場に行かなくちゃいけない方っていうのはたくさんいるわけですよ。そういう人たちのことを、無視してですね、実際に会社に行くなんてもう古いのにな、とかいう話に、まあ、してはいけないというところが、まあ、一つ目ですね。で、まあ、もう一つは、まあ、確かに、過剰に反応することによって経済の影響が出てるというところは、あと、まあ、これ表裏一体なんですけれども、逆にですね、この問題が、経済状況にも非常に影響が出てたりもするので、まあ、そういった意味では、報道が増えていくとか、あるいは、特にまあ、中国人の移動というのが、SARS とか MERS の時代に比べて、格段に増加していると。なので、グローバル経済というか、グローバルな製造業とか、それから観光業とか移動とか、そういったところへの影響というのがすごく出始めています。これはだからコロナ、新型、インフルエンザなんかにも、それは影響が、インパクトが大きいと。経済的なインパクトが大きいと。だから、例えば人が死ぬとか、病気にどれくらいかかるとかっていうことの、恐怖だけで、これは多分報道量が増えてるわけじゃないと。経済的な影響なんかも加味しているので、まあ、そういう意味では、そういう側面とかを無視して、騒ぎすぎだというふうには、まあ、言えないんじゃないかなというふうに思います。で、あと三つ目はですね、これはまあ、騒ぎすぎだとか、騒ぎすぎじゃないとかの、ちょうどまあ、間に来ちゃうんですけれども、
まあ、騒ぐことによって多くの人がマスクを買い占めるとか、それから医療機関に殺到するとか、これは避けなくちゃいけないと。だからそういう意味では堀江さんの言うような騒ぎすぎだっていうのは正しいんですけど、でも一方でですね、騒ぎすぎてはいけませんよとか、マスク買い占めちゃダメですよ、医療機関になんか、よくわかんない風邪だからとか、心配だからとか、理由で言っちゃいけませんよとかっていうのは、これはちゃんと発信しなくちゃいけないと。そういう意味では、まあ、騒ぎすぎというよりは、適切な報道というのを、順次していかなくちゃいけないと。まあ、なので、まあ、こんなになんかマスクなくなってます。大変です。コロナ心配ですよね。テレワーク始まってます。これだけだと多分報道って多分ダメなんですけど、ここに合わせて、ちゃんと、国の情報とかっていうのを、追っていきましょうねとか、正確な専門家の情報を追っていきましょうねみたいなことは定期的に発信していかなくちゃいけないので、まあこういったところでは、まあ騒ぎすぎじゃないというよりも、適切な量と、それから品質の報道が求められるんじゃないかなというふうに思います。まあなのでですね、結論から言うと、まあ堀江さんの言うことっていうのは騒ぎすぎだよねっていうのは確かにその側面もありながらも、そうじゃないよねという部分も当然出てくるので、まあこういったところを、ちゃんと加味しながら、皆さんこの問題について考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでちょっと今日、これ短いんですけれども、こんな感じで今日はやっていきたいと思います。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。面白かった参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。